中次郎さんは SAO をやったことはないんだと思う。 SAO の中にいるという意識でありながら装備は GGO のままだったから、認識によって外見すらも変わる世界であり、彼女が深層心理で SAO への回帰を望んでいるなら、無意識のうちに SAO 時代の格好になって認識との整合性を取ろうとするんじゃないかしら。おそらく深次郎さんの中には SAO の装備やシステムのイメージがなかったんでしょうね。その意味なら後の2人は的確者なんだろうけど、でもそもそも SAO の世界をもう一度味わいたいとか考えるものなのかな。そうね、私も聞いた話でしか知らないけど、生きるか死ぬかの恐ろしい経験だったんでしょ。忘れようとするとか、直視して乗り越えようとするとか、みんなそれぞれ克服しようとしているはず。戻りたいだなんて思うかしら。そのあたりは人それぞれだろう。とはいえ被害者のほとんどにとって忌まわしい体験であるのは確かだ。だがそこに一人例外がいるだろう。そう SAO を経験し、なおかつ被害者ではない男がな。血明騎士団団長ヒースクリフ。茅場明彦についてはみんな知ってるわよね。あの事件を起こした張本人。再上層前にクリアされてしまった SAO 事件のやり直しを望んだんだろう。動機も十分、そいつが元凶だ。いいえ、私は団長がその人物、つまり誤った認識に周囲を巻き込んだ原因だとは思っていない。はあ？理由を聞かせてもらっていいかね、アスナ君。森の探索からこのボス部屋に至るまで、あなたは自ら率先して動いていたからです。 SAO におけるあなたの役割は最終ボス、味方の中に入り込んだ魔王でした。成長しゲームを進める主役は極力他のもの、例えばキリト君のようなプレイヤーに任せ、自らはそのそばでフォローに徹しつつ観察する。それが SAO でのあなた。もし団長がクリアされた SAO 事件の続きを望んでいたのなら、その立場を継続していたはずです。しかし今のあなたは自分の手で事態を究明し進展させようとしすぎている。ですから違うと判断しました。面白い着眼点だ。そう、正解と言って差し支えないだろう。付け加えると SAO は私にとってもすでに結末を迎えている。期待以上のものも見せてもらったしね。あれは一度きりの物語だよ。口では何とでも言えるだろうさ。でもそれは何の証明にもならないぞ。そうだよ、他の3人を巻き込んだどころか、この男こそが現在の異常事態を引き起こした犯人。その可能性すらあるんじゃないのか。うん、そういう想像も成り立つのかもしれない。じゃあやはりあんたが。だが少々性急に過ぎる。事実から論を導き出すのではなく、論の方に事実を合わせようとする。目の前の現実より願望を優先させるのは君の悪癖だ。重村先生にもそう指摘されていなかったかな。変わらないな、すごな。さて、この通り私は彼オベイロンが菅生信行であることを知っている。これは私がSAO 時代の認識にとらわれていないということの証明になるかと思う。どうだろうか。そうですね、彼がその姿を手に入れたのは SAO 事件の後ですから。しかし団長ではないということを予想していましたが、その口ぶりだと最初から認識の混乱すら起こしておらず、私やノーチラスに調子を合わせていただけということですか。そういうことになるな。私の自我はその認識汚染というものに影響を受けていなかった。自身に対する揺るぎない確信があったからか、単にあり方が特殊だからなのか、それはわからないが。なるほど、道理で妙に楽しそうだなと別に悪意やいたずら心で知らぬふりを決め込んだわけではない。何か異常な現象が起こっているのは分かったが、その原因、首謀者や意図などは不明だった。それをどうにか解明できないものかと私は考えたのだ。そのためにはまずは君たちに何が起こっているのか、どういう状態なのかを正確に知る必要があった。だから不用意に介入せず観察していたわけだな。とはいえ未知の出来事に対する興味と興奮がなかったといえば嘘になるがね。 VR ワールドへのフルダイブ理論はあんたが構築したもんだろ。創造者が何もわからないってのか。この世界はすでに私の手を離れている。どういう方向に進化発展していくのかは私にも予想がつかないさ。さて、私の話は以上だ。私はこの事態を引き起こした人物ではないし、 SAO の再現を願ってもいない。はい、であれば残るは一人ですか。団長たちが何の話をしているのか僕にはさっぱりわからないんですけど。ボスが目の前なんだし、先にそちらを片付けませんか。やっぱり自覚はないのね。 SAO をやり直したいというプレイヤーは確かに多くないと思う。ただ意識的にせよ無意識的にせよ、それを望む人間がいるとすれば、あの世界で失ったものを取り返したいという強い思いを抱えた人なんじゃないかな。ノーチラス、いえエイジさん、あなたはアインクラッドで。うるさい。変ですよ、団長も副団長も。ボスがすぐそこにいるのに関係ない話でいつまで時間を潰すつもりなんですか。もしかして怖いとか？僕は一人でも戦います。そう、怖くなんかない。僕は戦える。戦えるんだ。エイジ、ちょっと待ちなさい。奥にはボスがいるはずです。急いで後を。75層の難敵なのに。さあ来い来いよ。ダメ、下がって。僕は戦える。足だってちゃんと動く。だからユナのことだって守れるんだ。ユナ、だって A 君、私を守るんでしょ。その代わり今度は私も A 君を守る。一緒に戦うよ。ナイスサポートだ。このような私たちの敵ではありません。行きましょう。舐めるなよ。叩き切る。蹴りをつけてやる。みんなを助けるわ。んと一発くれてやるか。これでもっと強くなれるな。なあ、ユウナ、君は一体。ああ、ノーチラス、本名後沢英二。ソードアートオンラインサービス開始初日に友人の重村優奈とログインし、デスゲームに巻き込まれる。あなた自身は SAO のクリアまで生き延び、現実世界に戻ってくることができた。でも優奈さんの方は。優奈は、あの子は攻略組を目指すって言ってたんだ。自分のちゃんとスキルがあればきっと役に立てるって。でもその思いが叶うことはなかった。僕と一緒にトラップに引っかかったプレイヤーたちを助けに向かい、そこで命を落とした。優奈をかばおうとした僕の足はピクリとも動かなかった。第40層中ボス戦の時と同じく FNC フルダイブ不適合という症状なんだってな。後で知ったよ。そのことが AR アイドルユナやオーディナルスケールの一件につながっていると。記憶戻ったのね。ユナがまだ生きていた頃に戻ってやり直したいと心の奥底ではずっと思ってたんだろう。その意識が作り出した世界の中にみんなを巻き込んでしまったんだな。結局僕は過去の中で立ち止まってるだけの人間か。迷惑をかけたね。すまなかった。だとしても誰もあなたを責めないと思うわ。私はみんなと合流して一緒にこの世界を探索し、何が起こっているのかを調べていくつもり。あなたはこれからどうするの？もちろん協力してもらえれば心強いのだけど。そう、気が進まないなら無理強いもできないわね。私もエイジとここに残るよ。じゃあユナもここでお別れかしら。せっかく仲良くなれたのに残念です。ごめんね、私も残念。でも僕を気にかける必要なんかないよ、ユナ。君は君で好きにすればいい。うん、好きにするよ。だから一緒。ねえノーチラス、エイジさん、私にいい感情は持っていないと思うけど、最後に少しだけ話を聞いて。私たちはあの事件でたくさんのものを失った。もちろんなくしたものの大きさはそれぞれ違うから、辛さや悲しさを比較することはできないけれど、癒えない傷を負ったという点については全員に共通している。ただね、あれからいくらか時間が経って、それぞれの身にいろいろなことが起こって、その中で新たに得たものもあると思うの。多分あなたにも。もちろん何を得たところでなくしたものの代わりは務まらないし、埋め合わせにもならないでしょうけど、でもそれらにもちゃんと意味や価値があると認めてあげて。そのことはいつかあなたの救いになるかもしれない。それじゃあね。行っちゃったね。さあ、私たちはこれからどうしようか。エイジ？得たものか。そうか、そうだったな。気が変わった。ユナ、行こう、一緒に。行くよ、一緒に。新たに4人の協力者を得たと。シャーロットを通して確認しておるよ。ご苦労じゃったな、アリス。気をつけて戻ってくるといい。探索と協力者集めの方は順調じゃな。あとはもう一方に進展があってくれれば。噂をすればもう一方の彼らからか。何何？見つかったか。これは朗報じゃな。殺害？この情報の範囲で推測すると、スタッフの一人が同僚たちを手にかけ、システム異常を引き起こした後、行方をくらませたということかの。